こんにちは。こんにちは。ネットでポチりたいです。今日はポチりたいのシータインをご紹介したいと思います。シータインのいろんな持ち物を紹介しながら、いいところをみんなにいっぱい知ってもらいたいなと思ってね。まずはじめに申し上げたいのは、柴犬と暮らすと確実に毛だらけになるということ、そしてその苦労の何万倍も幸せな気持ちになれるということです。ちなみにこちらが我が家のリビングルーム。今は YouTube の撮影を中心に使っていますが、半分はしーちゃんの部屋になっています。アイアンでできているスタイリッシュなドッグサークルは、オンラインセレクトショップフリーステッチでポチりました。パーツキットを使用して様々な形状、サイズに組み立てることができます。お気に入りのベッドは LL ビーンのプレミアムドッグカウチ。一日の大半をこのベッドでのんびり過ごしているしーちゃんだったのですが、最近はこちらのリラックスチェアも気に入ってしまったようで、本当は私がしーちゃんの部屋にいる時に使う予定で他の場所から持ってきたんですけど、まあいいです。で外出するとき、しーちゃんを一人ぼっちにするのが心配なので、こちらのファーボに助けてもらっています。外出先からでも見守ったり話しかけたり、おやつをあげられたりする優れもの。そのおかげで安心してお留守番を任せられるのですが、しーちゃんのお部屋の温度、エアコンは入ってるけど、このファーボだけだと今部屋の中の温度が何度なのか分かんないから、この温度計湿度計をここにつけておけばファーボから見えるということで、手伝ってしーちゃん、手伝ってぼーっと見てないで。はい、できた。これで外出中もしーちゃんのお家の温度と湿度が分かりますと。喜んで。しーちゃんが大好きなのは1日2回のお散歩、そしてはい、待てよし。このようにしーちゃん隊員はすごくいい子です。
紹介の予定が私の自己紹介っぽくなっちゃってすみません。これからしーちゃん隊員と2人落ちりたくなる情報をいろいろ探していきたいと思いますので、改めましてよろしくお願いします。ちなみにこのリラックスチェアはスウェーデンの家具メーカーデイビッドデザインのトード、現在日本で取り扱っているところはないようでした。残念。